津村秋秀は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンターに所属する機種。機種免許は、平地競争のみである。2001年4月に、JRA 競馬学校機種課程第20期生として入学。入学時の同期には、川田翔宮美、藤岡雄介、吉田隼人、丹内雄二らがいる。2003年12月20日に、 中山競馬場で行われた模擬レースで琉球スターに起場し、後続に6馬審査をつけ一着となる。模擬レースでは2002という成績だった。2004年2月に競馬学校を卒業式史免許を取得する。卒業時にアイルランド大使特別賞を受賞した。デビュー時は鈴木慎宏9社所属である。三月六日、中京四 r でブーゲンビリアで、 初騎乗。3月21日中京 5R をマグマビーナスで勝利し、16戦目で初勝利を挙げたが、同日の第7レース発送前に騎乗場,場のマイティキングに振り落とされて落馬した際に、左第一中手骨を骨折する不運に見舞われた。7月28日に船橋競馬場で行われたファビーステッキ特別で鈴ガニエルに騎乗し、 地方競馬初騎乗を果たし10着となる。デビュー年は発祥を上げ民放競馬記者クラブ賞を受賞した。2010年2月20日の東京競馬場第5レースでコスモグレースに騎乗して直線戦闘に立っていたが、馬が急に外側に逃避し、バランスを崩して落馬した。診断の結果、第2頸椎骨折、右ひ座章の重傷と診断され、 約5ヶ月間の戦線離脱を余儀なくされた。その後1ヶ月の安静、リハビリを経て、同年7月3日の福島競馬で復帰した。この影響もあり、翌年2011年には、デビュー以来有していた、障害競争の騎士免許を返上し、平地免許のみとなった。現在は同期の短内同様、サラブレッドクラブラフィアンなどのビッグネットファーム、 系列所有場への基場を中心としている。2021年2月6日、東京第 6R を勝利し、JRA 通算500勝を達成した。ありがとうございます。